はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。今回紹介していくのが、この、タスジャンプになります。このやり方をね、ちょっと今回紹介していきたいと思います。まあこれ厳密にはね、タスジャンプじゃないんですけどね。タスジャンプ、本来のタスジャンプって何かって言ったら、これジャンプ中にこんな感じで素早く方向転換を入れながら甲羅を投げると、この甲羅を投げる速さが普段よりもゆっくりになって、まあその甲羅を空中で踏むことができるっていうのがタスジャンプになります。英語だとミッドエアジャンプっていう、まあ空中、違う、ミッドエアシェルジャンプか、空中甲羅ジャンプっていう、もうそのまんまの意味になっています。まあ、本来タスジャンプのタスって何かって言ったらね、ツールアシストスピードランだったかな、なんて言うんだったか忘れたけど、機械にマリオとかそういったゲームをやらせて、ものすごい素早く攻略させようっていうのが、まあタスになるんですけど、まあそのタスにマリオをやらせたらね、ものすごいこの空中甲羅ジャンプをするっていうのがね、結構ね、定番になってて、まあそのタスにしかできないようなすごいシビアなジャンプだからタスジャンプって呼ばれたりします。まあそのタスジャンプをね、人力でマリオメーカー1ではできたんですけど、どうやらマリオメーカー2ではできなくなったらしいんですよね、このタスジャンプ。まあ僕も実際にね、試したんですけどできませんでした。ただ、まあ要はね、空中でこの甲羅の速さをゆっくりにすればいいだけなんですよね、この空中甲羅ジャンプって。まあそのゆっくりにする方法がこの一方通行なんですよね。本来甲羅って結構速くて、これね、ダッシュしながら投げてたらこの甲羅にはね追いつくことはできないんですよ。まあ例外として、これ止まってる状態で投げて走り出したら追いつくこともできるっちゃできるんですけど、こういう今回のタスジャンプみたいにダッシュジャンプしながら投げるってなったら絶対に追いつきません。ただこれが、この一方通行にうまい具合にカシャンって引っ掛けることでちょっと失敗したな。カシャンって引っ掛けるとね、この甲羅のスピードがね、ゆっくりになるんですよ。まあこれをね、空中でこの一方通行にこのメットをうまい感じに引っ掛けるんです。そうすると、空中甲羅ジャンプが成立するんですね。まあ、タイミングとしては、ジャンプの位置、ちょっと待ってね。これなんですけど、この、一方通行から横に1、2、3、4、5、6、7マス、離れてます。で、まあ、この7と6の間、この 6.5 くらいで、ジャンプし始めて、で、この辺で、甲羅を投げます。この辺で甲羅を投げ始めると、うまい具合に、メットが、この一方通行に、引っかかってくれます。で、さっきの空中甲羅ジャンプがうまくいく感じですね。で、その一方通行疑似タスジャンプ、一方通行タス、一通タスの練習コースを作りました。まあそれがこちらになります。まあね、一回だけこの一通タスを成功させろっていうコースです。いけるかな、一発で。ほい、さあ一発でいけるかこれ。ほい、オッケー、いけた。というわけでね、30回かかりました。もうね、毎回30回ずっとね、さあ一発でいけるかって言ってたからね。でね、この一方通行疑似タスジャンプなんですけど、説明文、コースの説明文にも書いてた通り、減速したりとか、クルリンを入れたりとか、途中で、左右に方向転換したりとか、そういったね、複雑な操作は一切必要ありません。ただ、シビアってだけなので、まあ、この動画を、スローで見返したり、するとか、あとはね、実際に僕のこのコースを遊んだりして、この一方通行タスのタイミングをね、その手に身につけていただければなと思います。というわけで、コースやっていきましょう。超絶鬼畜、激辛ボム兵運びやっていきましょう。クリア率が 0.14%。さあ、ボム兵スピンはね、マリオメーカー始めて1日目の時に、
とあるコースでめちゃくちゃ苦労したんだけど、今の実力でどこまで通用するか。うん、ちょっとミスったな。まあ、これしばらくは右に飛ばしておけばいい感じかな。よしよしよし。で、次。これだね。ほい。ほい。オッケー。ベルトコンベアに注意しながら、今度ちっちゃくなる。ちっちゃくなる。あー、くっそ、マジか。そう、ちっちゃいボム兵ってね、もう本当にね、難しいんだよな、これが。ほい。めっちゃ精密な動作が必要なんだよね。さあ、こっから。さあ、どんな感じ？こんな感じ？こんな感じ？こんな感じ？いい感じ。よし。ラスト。ラストか。なんだ？シーソーか。シーソーでボムが爆発して。まあ、なるようになる。矢印を信じよう。ほい。なあ。よし、戻ってきた。さあ、こっからどうする？ほい。ほい。ここ。よし、こっち。そして、ああ、くっそ。うわ、これさっきまでと比べてもうなんか、こことは比にならないくらい難しそうだな。マジで。ここすんごいスムーズにいけるようになってるからね、今。ほら。そんな感じでなんか、ほらほら、全然いけるぜ、みたいに言ったらミスるのが俺ってやつだけどさ。なんかいけてない？なんかいけてんだけど。ほい。ほい。あ、待って、いけてなかったわ。さあ、ここね。こっからは針に当たらないように細心の注意を払っていかないといけないよね。そっちに行くんかい。よし、いい感じ。で、この辺、最後、オッケー、クリア。うぅ、時間かかった。いや、そんなかかってねえな、これ。時間かかったっつったけど。0.14% の割には、これ24分でいけたんか。いや、これは成長でしょ、圧倒的な。やったぜ。よっしゃ、次行きましょう。何回かかったんだろう、これ。俺、何回死んだんだろう。計算しよう、これ、後で。何回死んだか引き算しようか。よし、次行きましょう。さて、エアシップラン、ヴィンディケーションやっていきましょう。クリア率 0.20。ワールドスキンのスピードラン60秒ね。頑張っていこう。ワールドってなったらやれることも限られてくるよ。ほい。ほい。ほい。ん？なんだ？なんかめっちゃ無重力。ほい。これ、こんな感じか。ほい。ほい。ほい。投げる。あー、ちょ待って。これはちゃんとキラーにぶつけないと自分で途中でキャッチしちゃうのか。で、ここで投げる。さあ、これ投げたら？うわー、なんだ？あ、こうなるんだ。へえ、面白い。ほい、こんな感じ。ん？あ、そこにバネがあって引き返すんだね。了解。ほい、こんな感じで戻って。ん？これはしばらく持つな。これで持って、こっちジャンプして、これ踏んで、この辺で投げたら。あ、疑似タスになるんだ、これも。ほい、これで、こんな感じで踏めて、よしよしよし。これは？バネを投げるっぽいな。ビョンって飛んで、オッケー。これで投げる。よし、いい感じ。オッケー。うわ、楽しい。で、こっからこれで、これで、投げて、こっちか。待って、メット、行かないでください。投げる。よし。で、踏む。いい感じ。で、これを上。よし。ほい、踏む。バネ。上。Z。どう？ドッスンスピン。おー、すげえ。なん、今度は何？あ、今度はそこに入るんだね。了解。OK。ほい。で、こっからどうする？これ勢いつけてジャンプしたら届かないな。ほい。こんな感じか。よし、いいぞ。Z。OK。で、このパウを投げる。Z。ドッスンスピン。Z。ほい、ほい。で、パウ。ん？あ。右押しちゃダメなやつじゃんか、これ。さあ、こっからこんな感じかな。おー、いけた。Z。OK。あれ？え？は？ピンコが足りない？で、ここで Z した後、これで直進だね。ほい、こんな感じか。あー、理解した。で、これで、あー、すごいスムーズ。すごいいい感じ。あー、これは快適。すんげー楽しい。さあ、こっから、ほい。そして、Z。
さ、間に合う？あ、いけるか、これ。これでゴールか？ゴールか？オッケー！あー、時間かかった。これも30分くらいかかった。いや、でもね、本当にすごい完成度のスピランだった。いや、これは楽しかった。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画、もしよかったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録、コメントと応援、そしてリクエストなどくだされば僕のモチベーションにつながります。また、Twitter のフォローもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。